音楽仲間。いろいろな大工をお届けしてまいりましたが、今夜は宇都宮高校、それから宇都宮女子高校の合同によります大工をお聞きいただきたいと思います。生徒の皆さん、それから先生においでいただきました。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。では早速皆さん自己紹介をお願いしましょう。宇都宮女子高等学校オーケストラ部の部長をやってます川又です。宇都宮女子高校合唱部の部長をやってます鈴木です。歌科の管弦楽団の団長をやっております小野口です。宇都宮高校の合唱部の団長をやっております須藤です。宇都宮女子校の音楽担当の沼尾です。宇都宮高等学校で、音楽を担当してます小木野と申します。はい、6人の皆さんです。さて、合同で大工ということなんですが、これはもう何回目くらいになるんですか？今回で6回目になりました。総勢何人くらいで？合唱が、360人、それからオーケストラが80人、の編成で行いました。そうするともう400人を超えるメンバーですね。そうですね。かなり迫力がありそうですが、もう迫力とそれから若さに満ち溢れた大工ということができると思います。これは合同演奏会はどちらで行われたんですか？今回は宇都宮市の文化会館の大ホール。じゃあ綺麗なホールで。はい、そうですね。そうですか。はい、このそもそもきっかけなんですけれども、はい、どうして合同でやるということになったんでしょう？宇都宮高校の、創立記念日に、初めて行ったそうなんですけども、それを記念しまして、その後、ずっと続けているようなんですけども。そうですか。はい、じゃあ元といえば宇都宮高校から始まったものですか？そうですね。そこへ宇都宮女子校の合唱部が、合同で参加したという始まりだそうですけども。そうですか。オーケストラと合唱と全部が、皆さん高校生の皆さんでやっててとっても素晴らしいと思うんですけれども、川又さんいかがでしたか、この大工の演奏会？感動しました。どんな風に感動しました？練習中にやっぱり未熟さが目立ったんですけど、いざ合わせてみたらやっぱりうまくいったかなと。本番が一番うまくいったかと思います。よかったですね。鈴木さんはどうでした？はい、やっぱ練習始めるのが結構遅くなっちゃってるんですけど。いつ頃からだったんですか？2学期入ってちょっとしてからだったと思います。じゃあ9月ですか。はい、それじゃあね、あんまりたくさん時間もなかったですね。そうですね。でどうでした？はい、それでずいぶん心配だったんですけども、やっぱ本番になったらだいぶ成功したと思うんで、すごく良かったと思います。はい、で小野口くんはどうでした？今年の例年よりも、練習の仕方とかちょっと変えていって、パート練習などとかたくさん入れていったので、こんなもんかなと。そうですか。じゃあちょっと不満も残ってるのかな？いやー、暴露しちゃっていいんですか？何だろう。何が言いたいのかな。じゃあ後でまたじわじわ聞きましょう。スー君はどうでしたか？やっぱり男性合唱っていうのは女性に比べて日頃からやってないと声が出にくいもんで、授業でも結構みんな声が出てなくて、本番大丈夫かなと思ったら、結構本番でみんな声出してくれたんで、よかったと思います。そうですか。じゃあやっぱり歌い終わったところではかなりもうわーって感動。そうですね。そうですか。では早速ですね、その演奏会の模様からお送りしたいと思います。ではご紹介いただけますか？それでは宇都宮高校と宇都宮女子校合同の演奏によります、ヘンデルのメサイアよりハレルヤをお聞きいただきたいと思います。
送りしました。さて皆さん、とっても一生懸命練習なさったと思うんですけれども、その練習の様子ですね、どんな風だったかお聞きしたいと思うんです。鎌田さん、どうでした？ちょっと技術的に未熟なところが多かったんですけど、うん、パート練習とかをパートリーダーが中心にやってくれたんで、うんうん、とてもよくできたと思ってます。そうですか。だいたい毎日どのくらい練習したんですか？合唱部とオーケストラ部で一つの音楽室使うんで、週に3回しかできなかったんですけど、昼休みとかにできる人ができない人を面倒見るっていうか、わー、そうなんで。はい、鈴木さんはどうでした？はい、合唱部では大工以外にも部だけの発表があったんで、その練習もあって、で2年生って音楽選択者以外の有志の人と、合唱部の人は昼休みに毎日お昼を早めに食べて、で練習をしてたんで、すごく大変だったんですけど頑張ってくれたんで。じゃあずっと忙しかったですね。そうですね、じゃあ今はちょっとホッとしてるとこそうですか。小野口くんはどうです？はい、さっき鎌田さんが、言ったように、パート練習を今回多く取り入れまして、で細かいところを少し丁寧にやろうということで、でそこを重点的にやって、それでだいたい本番から1週間ぐらい前になって、全部で合わせるっていう形を取って、ずっとやってきたんですけど。そう、じゃあ小野口くんもみんなにこうビシビシいろいろ練習って感じだったのかな。そうですか、どうでしょうどうでしょうだって須藤くんはどうですか？やっぱり歌科の合唱部も合唱部だけのステージがあったんで、それの練習に大方捉えたんですけれども、それでもやっぱり大工の方も、歌うんで練習したんですけれども、やっぱり合唱部の1年生が頑張って練習してくれたんで、とってもありがたかったと思っております。そうですか、はい、本当にね、とっても素敵でしょうね。先生方もいかがですか？うまく仕上がるか、やっぱりいろいろとご心配だったんじゃないかと思いますけども。そうですね、宇都宮高校から申し上げますと、合唱の中心は2年の音楽選択の生徒なんですけれども、これは2学期に音楽の授業の中で取り上げまして、解明書から始めて、それからまた、リズム書、それからドイツ語と入ってですね、今年はちょっと始めるのが遅くて、大変に心配しました。でも生徒は本番にはとっても燃えてくれまして、いわゆる、心の結集とでも申しましょうかね。本当に、若さとですね、力にあふれる演奏をしてくれたと思います。オーケストラの方は、先ほどから宇都宮女子校の川又君、それから宇都宮高校の小野口君が言ってるように、パート練習を生徒が非常に積極的にやりまして、細かい部分をしっかりやってくれていましたので、いざ合わせた時に非常に心いい響きになって、ハーモニーしてくれたというふうに思っています。そうですか、先生いかがですか？練習方法については、宇都宮高校と同じなわけなんですけども、何しろ参加者が多いということで、そのまとめるということがとても大変だったような気がします。で当日の、文化会館の大ホールひな壇を作るにしても、やっぱり大工でなくてはあれほどのひな壇作るようなことはないんじゃないかって思うほど、何しろ400人以上の、生徒が乗るわけなもんですから、本当に関係者、他の先生方にも本当お世話になったわけなんですけども、特に生徒たちが最後までよく頑張ったなっていう気がしております。そうですか、はい、ではまた流れてまいりましたけれども、これははい、それでは、ベートーベン作曲の交響曲第9番より、第4楽章の途中なんですけれども、テノールのソロから始まる、いわゆるトルコ風マーチの部分からお聴きいただきたいと思います。
拍手が起こってますけれども、やっぱりこの時の気持ちってどんな風なんでしょう。なんとも言えない感じでしょうかね。それではですね、皆さん来年はどんな風にとお考えなのかお話しいただきたいと思います。では先生。はい。この伝統をですね、受け継いで、現在の1年生が2年生になり、そして先輩の築いてくれたこのレールのようまたこう進んでくれるんじゃないかと思います。とにかくもう日本で一番若い大工、多少演奏の未熟なところはですね、情熱とそして心意気でカバーしてですね、また来年も頑張ってもらいたいと思っているわけです。はい、では岩井先生。はい、私は全く同じ考えですので、またよろしくお願いしたいと思います。はい、それでは皆さんそれぞれにどうでしょうか、どんな風に考えてますか。では須藤君どうですか。はい、来年も合唱部の方の練習に勤しんで、大工の方も1年生にいろいろまた伝えたいと思います。はい、小野口くんは、この大工っていうのは大変いい機会だと思いますので、皆さん歌会に来たらぜひオーケストラに入ってください。小野口くんが可愛がってくれるそうです。鈴木さんは。はい、やっぱりすごくいい伝統だと思うんで、今の1年生とあと来年入ってくる1年生に伝えて、で行きたいと思っています。はい、では川本さんは。高校生で大工を演奏できるっていうことはほとんどありえないんで、ぜひまたより良い演奏を目指して頑張ってほしいと思います。はい、今日は宇都宮高校そして宇都宮女子校の大工をお送りしました。どうも皆さんありがとうございました。ありがとうございました。